太陽が少し陰ってまいりました。気温は摂氏31度。フットボールフリークの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。エキシビションマッチをお送りいたします。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。まもなくスターティングイレブンが発表されます。中西さん、今日の試合どう予想されますか？両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。両チーム、キャプテンを先頭に入場します。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。前半戦が始まります。今日の試合、ユーゴスラビア、圧倒的な運動量をベースにした 4-3-3 のフォーメーションを取ります。日本、こちらは説明するまでもないでしょう。5分経過。さあ抜けていくか。中に3枚ヘッドで押し返す。ハト、縦に出します。柳沢、前に送って、10分過ぎました。スライディング、ラゼカッチ、おっと打ってきた。さあ、もう一度見てみましょう。ユーゴスラビア、しばらくは大事な時間です。15分経過。ミロネビッチ、前方へ。これは笛です。イエローカード。イエローで助かりましたよ。気をつけてプレーしないといけません。よくしのいだ。ジョルレビッチ、ミナイロビッチ。ユーゴスラビア、ゆっくり回します。戸田、前にボールを送る。20分経過。止めた。戻って、おっと、すくい上げ、しかしかっこいい、隙がないですよね。左へパスを通します。稲本、前。柳沢、仕掛けます。前半30分経過。宮田ビッチ、ここから反撃だ。森島、前に送って、柳沢。これはコーナーキックになります。日本、右サイドからのコーナーキックです。セーブ。前半35分をすでに過ぎました。裏をつきます。おお、押し込め。重ねていく。このまま集中力を切らさずにいってほしいですよ。ただいまのゴールシーン、ご堪能あれ。
ユーゴスラビア。さあ、しかし2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることができるのか。前半残り5分です。手元の時計では残り時間がほとんどありません。ああ、引っ掛けてしまった。ジャンピングヘッド、イスティング、高原、ファーサイド、クリア。ここで前半終了。ユーゴスラビア2点差で前半を折り返します。ここまでのハイライトを、まずはこの画面13分、なぜかっち。今のプレー違う角度からご覧いただきます。次です。16分、これは危険なプレーでしたね。大事な時期だけにチームのこれからが心配ですね。そしてこの場面37分、ではこれはいかがでしょう。42分、今のシーン別の角度から見てみましょう。最後にここです。前半ロスタイム、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。さて中西さん、はい、ユーゴスラビア2点リードしているんですが。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。なるほど、それでは後半もどうぞお楽しみください。後半戦開始の笛です。日本、劇的な逆転を見せてほしいものです。ゆっくりとボールを回します。ミルクビッチ、ステアノリッチ、前方にフィード。後半5分経過、ラゼカッチ、前方へ。右へ、デナン・スタンクビッチ、じっくりとパス、おっとすくい上げた、来た、ジャンピングボレー、これは惜しかった。後半10分が経過しました。後半15分経過、ケズナー前、フシンがファールを取りました。これはレッドカード、一発退場。スタンドも異様な雰囲気になってきましたね。ここで選手の交代です。ハト、彼に代わって伊藤、今日、あっと直接狙った、ステアノリッチ前にボールを送る。後半20分経過しました。浮かせたボールです。出た、おっとセンタリング、ジャンピングヘッド、来た、ゴール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 、日本追撃のゴール。ただいまのリプレイご覧いただいております。選手の交代が行われています。戸田、彼に代わって明神、今日の出来は今一つでした。確かに今日は味方と噛み合ってないプレーが多かったですね。ミルクビッチ、ラストタッチはデナン・スタンクビッチ、
後半30分経過。つながればチャンス。おっとクロス、守りきった。あと10分です。右、ユーゴスラビアボールになります。ここで選手交代があります。デナン・スタンクビッチ、彼に代わってドルノビッチ。ユーゴスラビア時間を稼ぎます。よくしのいだ。高原、柳沢、左へパスを通します。ちょっとこれは強引だったか。しかもイエローです。これはスタンドもピリピリきますよ。ここで選手の交代です。ジョルレビッチ、彼に代わってデュリッチ。ユーゴスラビア時間を使います。ユーゴスラビア交代枠を使い切りました。ロスタイムに突入しました。打て、キーパー反応した。おっとヘディングシュート、わずかにそれてしまった。ケズナン頑張りました。素晴らしいプレーです。ヘッドで、長かった試合に今終止符が打たれました。ユーゴスラビアなんとか勝利をものにしました。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン、13分、非常に落ち着いて決めました。今のプレー違う角度からご覧いただきます。このプレー40、今のシーン別の角度から見てみましょう。続いてこのシーン、前半ロスタイム、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。次です。63分、惜しいボールでしたね。そしてこの場面です。68分、森島見事に点で合わせていますね。今のプレー違う角度からご覧いただきます。これが最後のチャンスでした。後半ロスタイム、ちょっと慌てたかもしれませんね。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。こういう試合に巡り合えたことは本当に幸せですね。なるほど。宮田ビッチ、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、コンビネーションもまずまずだったと思います。なるほど。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。